信長は長篠の戦いで武田を完膚なきまでに粉砕。もはや天下で彼に対抗できる者はただ一人となった。越後の龍、上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信は上洛準備を始める。天正5年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの機を見計らって久秀が反旗を翻す。久秀は死に三条に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ信長の、いや天下の運命を奪うために。反逆の将、松永久秀の乱。おお、光秀、敵城に単身乗り込むとはどういうつもりだ。さては我が輩と一緒に背こうというのか。やはり貴様も信長を信じられなくなったか。ん、いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ、我が輩の周りはそんな奴らばっかり。江戸川である。久秀殿、今降伏すれば信長様もきっと許してくださる。もういい、許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ、もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。毒のあるやつもお好きかな。おお、宗則、心の友よ。我が輩の味方はやはりお主だけよ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。どれも今一歩のところまで行ったのだ。で、ついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわち、どう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。信長様に逆らうことは許されない。謀反人松永久秀を討ちます。信長の元指揮を取るのは光秀か。まずは東に陣取る、あやつを狙え。信長、茶番は終わりだ。久秀、
信長を楽しませ。はいはい、敗北条件を説明します。我が輩が息子の久通が死んだら終わりです。奴の周りの敵を倒し包囲してやれ。そこの心中なんだが大丈夫かい。敵将討ち取ったり。迫ってきましたか。一度引き体勢を整えます。敗北。シリンより手間を奪う。不殺な心情なんだが大丈夫かい。死に参上から主力がおびき出せました。あとはあの者たちがうまく動ける。ささ織田の方々急ぎ城内へ。今なら警備は手薄でございます。出引き大義、大殿もきっとお褒めくだされだろう。な、内通者がいただって。急ぎ天守の守備を固めろ。西畑の首はここぞ。騙すとはこういうことや。やべえぜおじき、はめたつもりがはめられてた。しまった、正信らの願いは偽りでしたか。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。開門。サル、失態を犯した光秀に代わり指揮を取れ。ははは、皆の者、松永軍を押し返すんじゃ。さすが心中なんだが大丈夫かい。覚悟せよ久秀、長年の因縁に決着をつけてくれるわ。開門。我が輩のことをそんなに恨んじゃ。いや、敵将討ち取ったり。悪に染まれ秀吉。貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しいものだ。特に女に開門。
たち、おいつ様を狙っとる？いや、院長に引き当てやっとれば。院長設置されてる。カイドン！不殺が心中なんだが、大丈夫かい？単独行動に出たぞ。織田の将殿の戸惑ってやる。秀吉様、悪の手の上で踊らされちゃったから、ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門！久秀の増長もこれまで。やるか。主の捨て際を軍師が挽回する。なんと俺らしき主従愛。秀吉すまんな。我が輩人の恋路を邪魔するのが大好きなの。なりおる。見事よな。不殺、よいな。ケガリンはシリンより手間を奪う。我が軍に挑め。シリンより手間を奪う。まだ知るわけにはいきません。シリンより手間を奪う。不殺が心情なんだが、大丈夫かい？不殺が心情なんだが、大丈夫かい？上杉軍はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められる。仕方ない。悠々の操り、剣心だけでも呼び寄せてもらうか。敵将、討ち取ったり。悪事を生み出すためにあり。おお、見よ、織田の将兵よ。軍神上杉謙信が松永の加勢に参ったぞ。あれはどこからどう見ても謙信。止めねばなるまい。
ぞ。開門。愚か者どもが釣られおったわ。信太、行くぞ。地産した分は図働きで返すのだ。さまざまな関係を弄すも戦力差は埋めがたい。神官の信長が憎い。敵将討ち取ったり。なんという強さよ。天下無双の兵法、役に立ったかね。待て、相手となる。やり口が悪どい。あまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。急げ。運命だ。柳生の剣は天下の剣だもの。当然さ。敵将撃ち取ったり。お愁傷様。負けてしまうとは。やられた諸君、言いたかったかね。我が行兵、楽しんでいただけたかな。久秀、次はお主の妻の弁明を出してやるぞ。結構だ。はい、やろう。到着しました。今度こそ久秀で追い詰めましょう。信長め、まだあんなにも兵力を。こうなっては、もはや城に引くしかない。怪我人は死人より手間を奪う。敵将を討ち取ったり。自殺。怪我人は死
敵将討ち取ったり。天下の剣だな。当然さ。結局信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら派手に自爆してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個代償にもらってやる。断る。この茶釜も運命も我が輩のものだ。背ききれぬ。無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。